この動画に出てくる内容はすべてフィクションです。実際の車の運転ではシートベルトを締めて、交通ルールを守って、安全運転を心がけましょう。さて、ベンチュラベイに来て初めてのレースだ。レースとは言っても、ドリフトコンテストっていうドリフト競技なんだけどな。ドリフトコンテストは、制限時間内に、より多くのドリフトポイントを稼ぐ、いわば G1 グランプリのストリートバージョンだ。てかさっき前にいた車、すげえ見覚えがある車なんだが、気のせいか。とりあえず今は、自分の車になれることが最優先だ。ちなみに今俺が乗っている車は、マツダ RX-7 スピリット R だ。この車は、2002年に販売された、RX-7 の第4世代だ。このゲームの中だと、ドリフト向けの車で、比較的扱いやすい設定になっているよ。まあ、俺は FD が好きだからずっと乗ってて、赤で聞いた話なんだけどな。それにしても、同じところをぐるぐる回ってるだけだから、話すことがなさすぎて困るぜ。そんなめたい話をしてる間にも、レースは進んでるわけなんだが、絶賛1位で独走しております。後方とも4万点離れているので、大きなミスがなければ、何の問題もなく、1位でゴールできますね。それよりこの FD、出
凄まじく滑りやすいから、アクセル少し踏んだだけでスライドするんだが、待ち乗りする機械無だよな。うおー、すげー、めっちゃ滑るー、ミート10万線開いたどー。対向車がライン上にいたから、対比上活用するよ。対比上は悪路になってるから、滑らせすぎには注意しないとな。うわ、なんだお前、悪いが邪魔だから、道を開けてもらうぜ。よし、残り時間1分切った。このまま1位でゴールさせてもらうぜ。それにしてもこいつ、滑り出したら止まらねえな。まともにまっすぐ走らないから、スプリント向けではないな。それでもここまで滑るのに、思い通りにコントロールできるのは、日本車のいいところだと思うんだよね。うおー、やべー、あ、危ねー、助かった。ゴール直前で事故るとか、シャレにならねーからな。とりあえず、13万の大差でゴールだ結局、あの時のシルビアは誰だったんだ。どっかで見たことあるんだよな。一台こっちに来る。アリス、なんでここに？いやー、世界中から走り屋が集まってるんだから、テンション上がっちゃって来ちゃいました。それでたまたま見つけた俺の後ろを、食い付ったってことか。それなら今からもう一本走るんだけど、一緒にどうだ？いいですね、ちょうど走り足りないと思っていたんですよ。それじゃ、エルレイのシナーズビーチ展望台のレースに行こうか。いいですよ、行きましょう。今こそ私のシルビアの力を見せつけるとき。で、おぉ、めっちゃ暴れるー。まだ乗りこなせてないのに飛ばすから。く、まだだ、まだ終わらんよ。俺はさっきのレースでだいぶ慣れたからな。そろそろ飛ばしていくぜ。こっちも負けないわよ。で、嘘、早っ。そや、峠攻めのセッティングだからな。こっちも峠用の足できてるのに、どうして？カウンターステアが遅いんだよな。どこでも取り決めたいから。いや、こうでもしないと。こうでもしないと。尺が。寝たいからやめよう。はい。でも今のでだいぶ稼げたぞ。本当はこの時間にコメント返しがしたいんだけどね。ボットで動画でまだ1本目だからな。それに再生数もコメントも特に期待はしてないからな。まあ、些細なコメントでも返す努力はしていくぜ。正直、リアルが忙しすぎて、土日しか自分の時間がないからな。社畜の鏡ですね。心が痛いぜ。だから視聴者からのコメントがモチベーションになってるぜ。こんな動画でよかったら、末永いお付き合いを。
どうかよろしく頼むんだぜ。さて、視聴者に挨拶をしている間にも、レースは進んでるわけなんですが、まあ、見事にボコボコにされております。点差がシャレになってないな。ホイロシルビアー。バリバリメーター回っております。さて、残り3キロ切ったし、ラストスパートといっか。ちょ、もう早すぎてついていけない。10万点も開いてるじゃない。まあ、まだ待ちに来たばっかだからな。これから頑張っていこうぜ。ぬぬぬ、負けを認めるしかないみたいね。さて、本格的にネタがなくなってきたから、無言タイム突入だぜ。やっと終わる。長い戦いだったな。本当だったみたいだよ。本当にベンチラベイに来ているなんて。何が目的かは知らないけど、私たちの邪魔はDon't let me go. 絶対にさせない。